今日はね、はい、ママのために、はい、誕生日プレゼントを作ってきました。作ってきたの？はい、まずママこのお手紙って出てて泣いちゃう。おはっぺろー、おはようだよー、出ちゃうだよ。はい、ということで、はい、こちらどこですか？こちらゆうちゃん、ひめちゃん、はい、今日は2人で撮影を行っていくんですが、はい、12月17日は何の日ですか？ママの誕生日です。そうだね。12月17日はチームのママの誕生日です。はい、で今チームのママは別の撮影に行っているので、その間にりゅうちゃんとひめちゃんで日頃の感謝の思いとお誕生日おめでとうの思いを込めてサプライズの準備をしていこうかなと思います。はい、何をやるかと言いますと、なんか手作りのものをね渡せたらいいなというふうに思って、今回りゅうちゃんとひめちゃんにやってもらうのがハーバリウム作りです。はい、なんかどんなものか分かったりするかな？なんかガラスの瓶的なやつに、そう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 、花入れるやつ、そうそう、可愛くておしゃれなインテリアフラワーを作ろうかなと思うので、今回ハーバリウムの手作り体験ができるリタさんに撮影協力をもらってプレゼントを作っていこうかなと思います。はい、それでは早速ハーバリウム作りやっていきましょう。こちらになります。めっちゃ綺麗じゃん。ピンク、あのバラバラじゃないけど、なんか赤。始めます。始めます。どうした？ゆうちゃん、はい、私失敗しないんですよ。いや、私失敗するんです。ゆうちゃんセンス悪いからな。一見悪口だけど否定ができない悪口。どう入れよう。これなんかどうなのかいまいちわかんないよね。液体入れたらめっちゃ綺麗。これ使える。朝で使うかな。上の方に入れたいので、もっち姫、考えてること一緒。考えてること一緒だね。何なんだろうこれ。バラじゃないけどバラみたいな。姫、それバラバラにしないでよ。一回全部出すか。なかなか難しいのがいいけど、出せるかな。出せない。これ意外とバランスが加えてやるのちょっと詰まってきちゃう。入れなさすぎないようにさ、やると下開いちゃうしさ、なんかそれでもっと入れようとするとさ、たくさん詰めちゃうし、バランスがいい。なかなかね、こいつがくせ者ですよ。もうちょっとデカめのこの花。花折っちゃった。なぜかっていうと、ね、引き抜けないからですよ、これ。上向かせたいけど、それが意外と難しい。ひめちゃんも可愛い。うん、めっちゃかなって。いや、りゅうちゃんそれ大丈夫？押し込んでない。ちっちゃい劇場が欲しい。あきさんとママっていうので今度は。そう。ちっちゃい花。どんな感じか。ちょっと強いな。微調整が難しそうだね。これ以上はもう手出ししたら分からんけど。これここに入れたいな。ここにこれ入れて。OK。できた。お誕生日ってどうかな。ハッピーバースデー。今。
ちょうどいい。あ、ちょうどいいね。完成しました。完成しました。めっちゃ綺麗にできた。ポイントはね、ポイントこの花。あ、上の花。どう上がってきた。めっちゃ上がるやん、棒。その棒も多分ポイントだよね、多分。そうだね、ポイントだね。姫ちゃんのポイントは？この大きい花と、この大きい花のあきちゃんとママの色の花。ポイントです。わあ、素敵。二人ともすごい上手にできたので、はい、これを渡したいんですけども、はい、やっぱね、サプライズなんで雰囲気も大事だと思うので、はい、ちょっと少し移動して、はい、チームのママを迎える準備をしていきたいと思います。はい、着きました。着きました。めちゃめちゃ可愛くないですか、これ。これがベッドで、キッチンとかもめっちゃ可愛い。次がこちらのハートのクッションで、このカーテンがね、めちゃめちゃ可愛いの。重なってるレースみたいな。で、ここにクリスマスツリーがあります。可愛いよね、もう可愛い。ピンク色のクリスマスツリーって珍しい。で、上をご覧ください。これがあれだね、シンデレラだね。シャンデリア、ママの憧れのシャンデリアなんですよ。で、ママ部屋にずっとシャンデリアつけといて、ここに今からハッピーバースデー的な風船とか飾りしていきます。これもある。え、めっちゃ可愛い。どこぐらい？どこでも。なんか全員めっちゃ飲んでる。ゆうちゃん、風船膨らませられるの？伸ばしたほうがいい。伸ばしながら。あ、ちょっと頑張った。あ、そう。これもつけて。ゆうちゃんの頭に。完成したので、あとはママが来るのを待つだけです。待っていきましょう。おやすみ。おやすみ。作ってきたの？え？何を作ったの？何だと思う？何だと
リュウたちでも全然作れるよ。リュウちゃんでも作れるの？めっちゃ簡単なもんじゃないと作れないでしょ。何にちなんでる？ママにちなんでるもの？いや、インテリア。インテリア。インテリア。あ、分かった。じゃあ可愛いツリーだ。違う。じゃあ。正解は、せーの、じゃーん、おーすごーい、ハーバリウム、お、ハーバリウムやん、ハーバリウム、うん、すごい、かわいい。これは何、リュウちゃんが作った、これはひめちゃんが作った、うん、おー、ありがとう。ポイントが、ポイントがこの、大きいやつ、うん、ママとアキさんっていう、うん、入れました、うん、おー、この、なるほど、大きいやつ使うんです、ボーボーボアのチャンポイント。あ、チャンポイント、かわいいじゃん。さらに、さらに、せーの、お手紙、あ、お手紙、あ、嬉しい、お手紙、え、まずママこのお手紙って時点で泣いちゃう。おもちゃんじゃないよこれ、ポッポじゃないの、ポッポじゃないよ、レイゲームだよ、ポッポじゃなくて、うん、じゃあひめちゃんから読んでくれる、ひめちゃんから、ひめちゃんから、めちゃめちゃ短い、あ、ほんと、くて泣けないと思う。ママへお誕生日おめでとう、はい、いつも家事とかわがまま聞いてくれてありがとう、はい、これからも優しいママでいてね、はい、終わりです。ありがとう、はい、読んであげます。Dear my mother。 Dear かな、うん、ありがとう、誕生日おめでとう、いつも朝起こしてくれたり、はい、家事をしてくれたりしてくれて、いつもありがとう、これからも勉強しそうで、うん、今も養ってあげられるようになろうと思います、これからも応援してね、これからもこれからもよろしく。エクスクラメーションマーク、エクスクラメーションマーク、エクスクラメーションマーク、エクスクラメーションマーク。ありがとう、かわいい、大事にします、はい、ちなみに、うん、ママ何歳になったか知ってる？43、永遠の19、たったじゃない、ママは永遠の18歳、でも43って見ると全然若く見える、たったじゃ、待って、43って思うからやめて。ママには目標があって、うん、姫ちゃんと一緒に歩いとっても、うん、友達と間違われたいし、リュウちゃんと歩いとっても彼女に間違えられたいの。でもいつも動画で商品紹介とかするとき友達みたいって言われとるよ。そうそうそう、だからそれは今ママは頑張れとる証拠。彼女みたいと言われたことある？ないよ。言って、お願い言って、リュウちゃんの彼女みたいって言って。そんなこと言っちゃいけないよ、視聴者に。ちょっと一旦確認してもらっていい？どう？ママ活。うそやん、カップルに見えへん。え、もうリュウがまあ、あれちょうだい、あれ、あれちょうだい、ママ活じゃねえか。まあそんな感じでこれからもね、永遠の18歳貫きますよ、ママ。ということで、よかったらこんな感じで終わりでいいよ。あ、サプライズ成功ですか？あ、はい、大成功です、ありがとうございます。あ、リメロです、おめめろです、かわいいね、全部もうですよ。なんだ、どっちがなんて選べないよ。さっきから多分バブい部分が出てきてるよ、ひめちゃん。ひめちゃん、落ち着こう。ひめちゃん、カメラ回ってるよ。あ、あー、これからか、待って、怖い、これからか、からかい。ということで、今日は、はい、ママにサプライズしてみた。ちょっといいじゃんか。まあちょっとあのサプライズを仕掛けてみてね。あのちょっといいじゃんか。おい、すごい長いやろ。やってみました。はい。ということで、よかった。やめろ。バイバイ。可愛いじゃん。上手に作れたね。すごい苦戦しながら作ってましたよ。あ、そうなんですか。何回もやり直してひめちゃんに。あと、オリコンにしてた？オリコンにしてた？オリコンしてた。そして風船で遊んでないよね。ね、りゅうちゃん。なるほど、なるほどね。でも私の頭に風船を投げたりしてる。そんなことするクソガキおらんよな、りゅうちゃん。
ろ。主役主役。7秒とか。ピャー！いた。待って、ピアスやだ、だった、いた。キメラが潰れた。潰れ大福。ね、あ、見えよ。ほら、やめて。おかしいなのか、こんな映画が。